お元気ですか、お母さん。今僕はビクトール様のお屋敷で執事として働いています。他の召使いたちをまとめながらこの家を陰日向となってお守りするのは決して楽な仕事ではないけれど、ご主人様に信頼されてこの責任を任せていただけたのだから、ご期待に応えられるように頑張りたいと思っています。ねえお母さん、いい執事の条件は何だと思う？僕はね、ご主人様が家に戻られてほっとしてくれるような家にすることだと思うんだ。お母さんと過ごしたあの家のようにね。